はい、というわけでどうもこんにちは、こんばんは。はい、たっくんです。明けましておめでとうございます。いやーね、まあ、撮ろうか撮らんかってめちゃくちゃ悩んでんけど、まあ撮ろうかなと思って撮ってます。はい、ね、現在の日にち1月の10日がもう終わりますね。もう11月の11日になる前の、はい、時間で撮ってます。いやーねー、2024になったんやけど、1日からね、ね、いろいろ起こっちゃったね。うん、いやー、第一に、まあ、まあ僕的に記憶残ったのが、うん、どの能登半島地震ですね。はい、震度7にね来たということで、いやほんまマジで大変だと思うので、本当にね、ほんまに無理しないでください皆様。はいね、いやー本当ね、僕らのとこもね、まさかね来るというな、いやー、まあ、緊急地震速報はほんまね、いやほんまびっくりしたわ俺も本当。あのね、まさか俺らのとこにも来るとは思わんかった。それはね、最初石垣県、最初その前に5弱来て、でそこは本震みたいな震度7来るという、ほんと大変だと思う、ほんま。ほんと皆さん無理なくね、ほんとしてください。いやー、まあ僕から言えるのは、ご冥福お祈りしますっていうことしか言えませんね。はい、カミカミですね、すいません。いやー、ほんとマジで大丈夫か今後ほんまマジで。まあやっぱね、ちょっとなんていう、なんかね、1月1日になった時ってか、もういきなりもうな、不吉なことを言うって最悪やないかあららと思って、もまあほんま、まああのね、まあ今後ね、その南海トラフとか起こるかもしれへんから、まあそこもね、備えなあかんっていうのもある。うん、だからもうみんな、まあもう皆さんね、本当に、まあ多分備えはやっぱ、まあ備えとったらやっぱね、なんとかなると思うんで、まあまあ例えば備えはやっぱ肝心よ、やっぱいつ来るか分かんから、その大地震が。いやー、うん、まあ今後どんなことあるか分からんからね、もう俺もちょっとな、まあちょっとね、いろいろ準備をしていきたいと思います。していきたいかな。うん、まあ第一に、まあ大地震来たら、まあ外へ逃げた方がいいかもね。うん、なんか何があるか怖いから。うん、本当にね、まあそれぐらいちょっと怖いから、本当皆さんもね気をつけてくださいで、まあね、あとそれと、まあタクレーン、まあもう一個はタクレーンの件ですね。まあできれば、まあ今週の金曜とかね、まあ言うたら明後日ですね、まあ明後日というか、もうある意味明日やけどな、ちょっとまあ金曜日にしたいとは思うけど、まあこの動画自体がいつ出るかわからんけどなまああのあれやな、ちょっと考えておきます、それはレイロさんと一緒に。はい、まあもうそろね、せんとね、はい、どこ行ったやんっていうみたいになるからね誰隠れるやり全然やってないやみたいな、まあ、俺は一応何日か前かね、カラオケライブしたんですけど、まあ、したんはいいんやけど、実はね、現在ロックがね、スイッチのロックおかしなにまして、いやもう前からおかしいんですよちょっとでもちょんと動かすと、なんか動かんくなるっていうか、ちょっと刺したら色々なるやん、もうならんくなるっていう、うーん、もう多分来とんやろな、だいぶ
買い替えなあかんっていう。だからちょっと考えます。ちょいろいろ思考考えてね。ちょっとそれもあれだね。考えます。っていうのと、でまあパソコン全然いらん、あんまいらってないパソコンなんやけど、たまにしかいらんのやけど、まあ、最近まあパソコンのスリータンドットネットだっけに、はい、まあ、加入っていうか、まあ、加入しましてね。はい、パチパチコースかな。まあちょこちょこやってるけど、まあネット環境にもよるんだなっていうの、今は大丈夫けど、ね、たまに悪くなってチーンとの場合あるんやな。で最初全然反応なかったけど、まあ急に反応あるっていう謎の何やそれって話なんやけど、まあまあ自分の好きな機種があるから、ね、ちょこちょこはいやってます。はい、でね、今日起きたん夜の6時半バカ野郎で始めんけど、で実は火曜日もね休んじまってね、そう体調が悪いっていうのでね、はい、しゃあないけどな、その体調悪いのは僕の第一目標それなんやな、もう体調管理、はい、管理ね、それも気をつけながら、あと貯金もちょっとずつねしていけたらなというのがありましてね、はい、うん、で神社も行けてないからね、ちょこちょこ行きたいね、行ける時があったら行きたいっていうことで、まあちょっと考えておきます。こんなもんかな。まあね、最近あんま日常日記ね、ちょこちょこやけどね、まあまあ、まあまあ動画自体な、動画自体もあんま上げれてないからね、だからまあまあ動画もな無理なく上げていったかなと思います。はい、いやー、だからとりあえず木銀頑張って、まあまあでね、で土日終わって15日月曜日がまあ給料日ですね。12月はね、まあ、1回しか休んでません。いや、うん、もう頑張ったと思う、俺。うん。もう30分の早でも頑張って、ね。まあまあ、ちょっと。まあまあ、さすがにな、前回は多いと思うから、ちょっと、見てね。まあまあ、お金の相談やね。して、何円下ろそうかっていうのを考えます。はい。はぁ、あ。まあ、こんなもんかな。まあ今後はね、ほんと、まあまあまあ、まあまあまあ、僕の YouTuber もマイペースなんで、まあ無理なくやっていけたらなと、はい、思ってます。で結局ヘッドホンもね、変えてないんですよ。もうずっと使ってるヘッドホンじゃ使ってないんで、ちょっともうするな。ちょっとほんま変えなく。ね、ケーズ電気とか、そこら辺の、なんかちょっと電気屋さんとか行ってね。でまあ、3000円とかね、ちょっと3000円以上のやつ買いたいな、買えたらなと思います。はい、そのもんやな。うん、いやー、まあ、レールさんはレールさんでね、配信の方頑張ってるらしいので、まあ俺はね、まあ俺は俺で、まあ、プライベート関連やら、まあ、自分のことで、まあ、手いっぱいでね、まあまあまあ、その配信っていうか、もうその配信好きじゃないからな。ツイキャスも全然やってねえし。うん。まあまあ YouTube がメインやからな。もうごく稀しかやってないから、そんな配信かね。やから、ほんまに暇な時があるかも。暇な時に。ただね、多分もうパソコンの G7 入ったからな。逆に俺これで遊んどるかもしれん。暇な時に。うん。だからまあ、まあ配信とかせんかはちょっと考えておきます。はい、まあ動画ね、まあ今後僕の動画もまあゆっくり、まあ、まあいつも通りマイペースになるんですけど、まあ待っててください。暖かくね、ちょっと待っててください。で日で異世界魔法陣編も止まっちまってるけどな、まあまあまあちょっとお待ちくださいね。ほんますいません、ほんまお待たせで、まあもしかしたらまあ分からんけど、どうなるかはちょっと考えてみます。はい、ふう、こんなもんかな。はい、まあね、2024年今後どういうこと起こるかちょっと気にしながらっていうか、ちょっと警戒しながらね、はい、頑張っていきたいと思います。まあ仕事の方もね、はい、
というわけでね、またもう木曜日になったかな。はい、まあ、今日下手したらオールなる可能性があるんやな。まあ、それ少しでもね、3時間ぐらいでも寝れたらなっていう話やけど、わからん。わからんっていうことで、まあ、この動画がいつ上がるかわからんねえな。まあ、できれば金曜日、いやまあ、まあ、あげたいかな。まあ、今日の夜とかにあげたいかな。金曜日になるまでには、ちょっと考えておきますね。はい。というわけで、これぐらいでしようかな。はい。何分や。まあ、いつも通り10分以上話してるんでね。はい、というわけで、もう2着何分や何分かか58とかじゃん。多分ね。というわけでね。はい。いつもね。まあ、まあ、見てくれてありがとうございます。まあ、今後も無理なく頑張ると思うんで、ぜひね、まあ、応援してください。まあ、グッドボタン、チャンネル登録。まあ、ぜひよろしくお願いします。次はね、目指せ、200人です。はい。まあ、とりあえず150人ね、目指しつつ、神々やな、目指しつつ、まあ、次は200人ってことで、行きましょう。というわけでね、まあ、無理なくね、じゃこれがちょっと、まあ、あんまどのかわからんけど、ゆっくり休んで、まあ、仕事に備えたいと思います。久しぶりの仕事なんで、無理なく頑張ります。というわけで、ね、次のね、22期でお会いしましょう。皆さんも無理なくしてください。というわけで、K で、さよなら、ワニーバー。